東京のの全体ににしかかるるように浮いてるラピュタの実写化を狙ってやってるらしいんだよねこれもう今だったら絶対 CG なんだけど「巨神兵東京に現る」ってこれを作ってるんだよね <laughs> 特撮っていうのはどういう風に見せるのか視点とか映像的なルックの作り方 <laughs> 幻の実写版「エヴァ巨神兵東京に現る」はここを見ろにゃオッケーお疲れ様えーとね「巨神兵東京に現る」ってなエヴァンゲリオンの劇場版の Q の「 あのブルーレイとかです、ね、DVD にも一応映像特典としてついてるで特撮博物館で昔上映した、ま、実際何分かな5分か7分ぐらいの映像だと思うんだけども、まあ、エンドロールの追加とか音声を新しく調整したりあと巨神兵の羽とか電柱とか花火,火花等に 3DCG を使っているそうです。 あの冒頭ですね、東京に巨神兵が本当に現れて、火の7日間が始まるっていう短編フィルムなんだけども、一番最初にですね、東京の街にですね、こう火の子が舞ってるんだよね。で、火の子が舞ってて、何かが来るという予兆なんだけども、これね、実際は、あの、うまいシーンなんだけども、ワールド・イズ・マインっていうですね、漫画があの実はあって、このワールド・イズ・マインって、あの、巨大なヒ,ヒグマ、クマが出てくるんだよ。そのクマの巨大さが、身長ね、 30メートルぐらいなのかなとにかくね、ものすごい怪獣ものなんだよね。で、ワールドイズマインっていわゆるサブカル系のクライムアクション、あの、犯罪系のものという見方もあるんだけど僕もあの、あん中に出てくるモンちゃんとかそういうあのクライム系のやつはもう本当にどうでもよくて、あの辺の中を読み飛ばしてるんだよ。とにかくヒグマドンって呼ばれる中に出てくる身長30メートルのクマがあまりにかっこいいんだよね。これとの戦闘シーンが。で、 たあれのだから平成がメラっていうのかな、まあ、平成始まる前から始まったんだけど新しいガメラ3部作あるじゃんあれが「シン・ゴジラが」があ,あるまでは一応怪獣映画の最高峰と言われてたんだけどもその後にこの「ワールド・イズ・マイン」が出てしまってそこで出てくる怪獣のイメージが あまりにかっこいいからもう本当に平成カメラがちょっと古い作品になっちゃったんだよねで秋田県の大館市っていう地方都市をあのヒグマ丼って巨大な熊が襲うシーンがあるんだけども一番最初ねその町を襲う予兆っていうのが町中に、ね、なんかふわふわと変なワイヤーみたいなものが落ちてくるんだでワイヤーみたいなものっていっても太くてなんか直線じゃないんだよねなんかちょっと曲がってたり折れてたりするやつで何かみんな分からないとで割と軽いとで持ってみるとすごい臭い匂いがすると。 これが実はそのヒグマドンクマの体毛なんだよね。 その体毛が街のいろんなところに落ちてきて、これなんだ、これなんだ、これなんだというところから始まる。あの導入がめちゃくちゃうまいんだけども、実は巨神兵東京に現れるの冒頭、ヒノコみたいなものが東京中のいろんなところにふわっと落ちてくるっていうのは、このワールドイズマインのイメージなんだよね。それまで怪獣映画っていうのは、他のその怪獣映画からの引用がすごく多かったんだけども、漫画の中にすごいうまい怪獣の出し方したんで、そこからこう引用してきたっていう面白い使い方してると。 で、この巨神兵東京に現るっていうのは、こういう漫画イメージのね、再現が結構多いんだよ。例えば、昭和初昭和時代のですね、名作ロボット漫画。僕が好きなやつだね。ザムーンってやつなんだけども。これあの、ザムーンってですね、えー、一番最初に、ね、登場してきた時はこの左下なんだよ。身長12メートルぐらいなんだよね。身長12メートルぐらいなんだけども、次に登場する時に、この、えー、左側。 でですすね。えー、すね、ええとまあ2 5ル,ルぐらいになってる2 5ルぐらいなってるんだけどもなんかねその三四ページあたりに登場するときはいきなりこの左上ねええー、2 5 0ルぐらいかな <laughs> なんか身長が2 5 0ルぐらいなっちゃってるんだでこれは何でかっていうとああのあ今コメントあったぞ。そうそう僕らの手アニメの元ネタになったやつなんだけども何でかっていうとねこれね あの特撮テレビとかではあんまりこういうことをやらないんだよ。特撮テレビでは割とね設定守るんだよね。あなんだけども漫画家が描くと特にあのジョージ秋山みたいな常年型の漫画,が漫画家族が描くとそのどんな印象なのかとかどんなふうに読者に感情を持ってほしいのかによってロボットのサイズなんてもう平気で変えちゃうんだよね。ななので、リアルルスケールを統一するるよりは、感情に訴えるために、訴えため なんかこういう割と身長1 0ルから2 5 0ルまで平気で変わるっていうです、ね、あのことをやるとで、えー、これまでの特撮だったら漫画の方でこういう自由な表現しててもこんな無茶なことしなかったんだけども巨神兵ってね割と踏み出してて巨神兵が一番最初というか、まあ、一番最初は電車から見えるんだけども次にはっきり形が見えるシーンがこういうシーンなんだよね東京の街全体にのしかかるように浮いてる。 だよね、で、えー、巨神兵のね身長設定って実は1 0 0メートルぐらいだからあのこの、えー、特撮博物館で売ってた本によるとねで,でもこれで見るともう身長なんか1キロとか2キロになっちゃってるんでいわゆる「ザ・ムーンと同じになっちゃってるんだけどもところがですね次に出てくる巨神兵がこう東京の街に浮いててその後、ズシンで着陸するシーンだったら 手前に芝犬がいるんだけども、足が降りてきて、ずしんで降りてくるんだけど、こっちで見ると身長はせいぜいまあ30メートルか50メートルぐらいな、なるんだよね。まあ、この着陸する足を見せるっていうのは昭和特撮のお,お約束というのかな。空を飛んでる怪獣が地面に降りるときは必ず足のアップがあるっていうのが昭和特撮、ウルトラマンとかのお約束なんだけども、手前の犬は3分の1サイズ、スケールで作って、 奥の公園は10分の1スケールで作ってでそのさらに奥にあるビルはだいたい30分の1から1 40分の1ぐらいのスケールで作っているとでこのまあ公園のミニチュアの中にこの犬と巨神兵の足を合成で入れているんだけども、えー、犬ねあのちょっとアップにしてもらったら分かるんだけどあんまりリアルに見えないんだこれね,、えー、とね犬のね、本当におもちゃなんだってで犬のおもちゃの中に機械を仕込んでラジコンで操作すると。 ではっきり言ってこれ特撮やったスタッフたちはこれは樋口監督と無茶ですよとあのおもちゃに見えますよと言ったんだけどもいや、かまわんやってしまえと樋口監督がさっき言ったようにもう巨神兵のサイズがむちゃくちゃになってもやっぱりそれはどんなふうな感情を持たせたいのかでそこはリアリティよりもこのかっこよさだとでこの犬も犬がおもちゃに見えてもかまわんと。 もうあの、大体フランケンシュタインの怪獣さん、あの、なんだろうな、フランケンシュタインではバラゴンに出てくるやつにしても、馬とか、そういうふうなやつにしても、どう見てもミニちゃんにしか見えなかったんだけども、これ全体の質感で言うと、この犬だけリアルにするよりは、ここはあえておもちゃっぽい犬出した方が質感統一でいいっていうふうに言ってるんだけども、樋口監督はこういうね、あの、巨神兵と東京に現れる中でいろいろ新しい実験やってるんだ。例えば、 巨神兵が渋谷あたりの街をゴーンと歩いている時に周りで巨神兵でこれからみんな殺されるのを巨神兵をスマホで撮ってるんだよね。でこのスマホで撮ってるのっていうやつはフォトラーマっていう方法なんだけども基本的にはねスチレンボードの上に人物の写真を切り抜いて貼ってるだけなんだ。でミニチュアのこれあのミニチュアの中に人物を合成してるんではなくて人間の写真をスチレンボードに貼ってそれの輪郭を切り抜いて でまあ、バレにくいようにこのスチレンボードのこ,れこういう縁だね、この縁の部分を黒く塗ってでこうずらーっと何百人も並べると、でそれをカメラで撮ると案外ちゃんと人間に見えると、で人間ってそのカメラ、あのー、スマホとかで撮影するときって案外動かないから、これあの、なんだろうな、カメラワークで動いてるように見せてるんだよね、人物は全部止まっていると、ここら辺ね、なんかすごい面白い効果だった。で 巨神兵自体が、えー、プロトンビームを吐くこれプロトン巨神兵のまあシーン、もうめんどくさいからフリップで用意しなくて、巨神兵のプロトンビームがビルに当たって、でビルに命中して、それが光線がなぎ払うと、そのビルからですね、溶けたビルの中身がぐわーっと溢れ出して、ついには爆発するっていうシーンなんだ。で、あのー、これね、 えーまあ、パンフレットにもはっきり書いてあるんだけども「ラピュタ」の実写化を狙ってやってるらしいんだよね。宮崎駿の天空の城「ラピュタ」のまあ中盤にあるロボット兵がティリス要塞っていう要塞をですね内部から破壊するシーンであん中で宮崎駿が書いたロボット兵はその目からビームを出してそうするとねコンクリートを穴を開けてコンクリートをもうバター切るみたいにスパッと切るんだけどその後コンクリートが爆発するんだよね。 であれ、ね、あのシーンって結構そのロボットものとか特撮ものが好きな人の間ではちょっと評判になったんだよっていうのは何でかっていうとそれまでは中に爆薬とか燃料がないのに爆発するのは変だってことになったわけでだから、あのー、その昔ですね「ザロックっていう映画があってです、ね、ブラック・カイマーが作った映画なんだけどもその中でサンフランシスコの、あのー、路面電車 がですね、銃で撃たれたら爆発するシーンがあったんだけどサンフランシスコの路面電車って動力入ってないんで燃料も動力も何も入ってなくてあの中でおっさんがこうレバー引っ張ったら地面の下を通ってるワイヤーをくっと掴む仕掛けがあるだけだからさ爆発するシーンがないのになんかねあのなんだろう銃の弾が当たったら路面電車が爆発してるんだけどああいうのバカかとそうじゃなくてちゃんと爆発するものが爆発するそうじゃないものは穴開くだけっていうのが 特撮とかを作る時のお約束だったんだけど宮崎駿はそれをもう堂々と嘘をついて単にレンガとかコンクリートにビームが当たってるだけでも大爆発というシーンを入れてるんだよね。なんでかというとやっぱかっこいいっていうのとあとは僕らが知ってるような武器だったら爆発しないんだけどもあまりに高熱のプロトンビームとかが当たるとコンクリートだろうがレンガだろうがそれが溶け出してで内部が水蒸気爆発のような状態になって中から熱みたいなものがぶわっと噴き出して爆発したように見える。 まあそういうい解釈でここ作ってるんだよねと俺思ってたんだよ俺思ってたんだけど今回久しぶりにうやっぱこのシーンかっこいいなと思ったらその後東京タワーにビームが当たるシーンで東京タワーが大爆発してるんだから <laughs> <laughs> ちょっと待てよと。いやビルは俺なんか納得できるけど樋口新司君。 できるけど、東京タワーの鉄骨に当たってその鉄骨が大爆発ってそれはないよっていうふうに思うんだけどまあここら辺のですねかっこよくするためにあえて嘘をつくというのが今回の「の巨神兵東京に現れる」の特撮の見せ方だよね。リアルに見せるためにあえて地味な部分を地味にするっていうやり方ではなくてあの地味に見せるっていうのはね「あのオールウェイズ2で、えー、一番最初の夢のシーンでゴジラが東京タワーをあのゴジラの放射能火炎」でやると やっぱちゃんとね、Always の方は、えー、東京タワーは爆発せずにゆっくりと折れてくるんだけどあっちの方がリアルなんだけどもやっぱこの巨神兵の方がかっこいいんだよね。であとですね、えー「巨神兵東京に現るは」はもう意地でも CG を使わずに特撮でやることをこだわってるんでですね、この核爆発に見えるキノコ雲が どんどんと爆発してです、ね、巨神兵がこうシルエットに出てくるというシーンなんだけども、これなんかね、この雲のリングあるじゃん、これもう今だったら絶対 CG なんだけど、巨神兵東京に現れて、これ、綿で作ってるんだよねで、綿で作ってて、この真ん中光ってる部分あるじゃん、これ、綿の塊で中に電球仕込んでるんだよ、中に電球仕込んでて、このリングがそれぞれワイヤーでつらさつられてて、後ろで見えない部分で固定されてて、で上下に動くようになってるんだよね。 でこのリングをゆっくり動かすことによって、えー、まるで巨大な爆発が起こっているように見せると。で いや、すごいなと思ったら、あの、樋口真治監督がですね、特撮博物館の美術館のですね、えガイド本の中で、そんなこと言ってもエイリアン2でもやってるからいいんだよっていうふうに言ってんだけど、本当かよと思ったら、やってたやってた。エイリアン2で、リプリーたちが最後に惑星から進んで核爆発が起きるんだけど、この核爆発確かにね、あの、 綿,だよ綿の中に電球仕込んでるだけなんだけどもそれっぽく見えるんだよねだから特撮っていうのはそういうことでいわゆるどんなイメージを割となんかすごいイメージをローテクでやってあえて電球とかでやることによって見えてるものがスタッフが全員見えるとこでコントロールするとつまり 3DCG でやっちゃうとその担当してるスタッフはどういうふうに見えるのか分かってるんだけども最終的な画面の見え方って。<coughs> その担当スタッフと監督しかかわんんないじゃんでそうじゃなくてそ,こその場で見てるみんなが分かろうというのがこの「エイリアン2の」の、えー、スラコ号へ向かって脱出するシーンとあと「巨神兵東京に現れる」のこの雲の輪っかだよねこれが移動するシーンとこういうふうにですね昭和の時代の特撮を新しい手法や技術で、まあ、さらに進化させたとでこれがね <coughs> じゃあ「シン・ゴジラ」にどういう影響を与えたかっていうのは実はちょっと微妙なんだよねあの なんでかっていうともともとのゴジラ昭和時代のゴジラっていうのは着ぐるみだったわけじゃん。でそれがこの「巨神兵東京にあら現るは」はパペットっていうのかなまあまあお前の仲間みたいなもんなんだけども、えー、人形でその後ろに人間がいて人間が動く動きを人形に伝えるって方式でやってるんだでそれがさらに「シン・ゴジラ」ではゴジラ全部 CG になっちゃったじゃんでビルの破壊もやっぱ「シン・ゴジラ」は CG でやってしまってるとだから あの今回オンエアされる映像も実はね特撮博物館でやった映像じゃないんだよね特撮博物館でやった映像にさらに巨神兵の羽とか電柱とか火花に 3DCG を足しちゃってるんだよだからあのなんだろうなスタッフ自らが実は特撮博物館用の映像を作ってる時は「さあこれがこれが特撮だ!」っていうふうに言ってるんだけどもいざそれを。 「エヴァンゲリオン」の「閉園」としてつける時とか DVD で発売する時になると 3DCG を足しちゃうっていうところがもう今の特撮の限界でもあるんだよねだからもしこの「巨神兵東京に現る」をやってなかったとしたら庵野秀明監督はですね「シン・ゴジラ」はもっと特撮になってたと思うんだよねこの技術を「シン・ゴジラ」でやろうとしてたと思うんだよだからこの「巨神兵東京に現るで」で特撮の素晴らしさ面白さっていうのは あの庵野秀明総監督樋口新司監督も分かったんだけど素晴らしさっていうのは分かったんだけど逆に限界も見えてしまったと。だから昭和特撮の限界が見えたと同時に平成時代の特撮の、まあ、誕生宣言であって特撮っていうのは実際に物理的にものを作るっていう技法ではなくてどういうふうに見せるのか視点とか映像的なルックの作り方どちらかというとそこにあえて犬を ミニチュアで作って動かして全段の質感を統一するとか綿で煙作るとかそういうなんかルックを調整するようなものだっていうのがあのー、この作品の意味だと思うね岡田斗司夫の youtube を見てくれてありがとうございますぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく